こんにちは、島田めぐみです。台湾に来て8年以上が経ちました。今は台湾で舞台女優とあとタップダンサーなどなどさせていただいてます。よろしくお願いします。もうビシッと決まってかっこよかったんですけども、ありがとうございます。めぐみさん、さっきの振り付けっていうのは、はいはい、ご自分でされたんですか？一応、はい、はい、でもやっぱ安室奈美恵さんってほら、ああいう独特のがあるじゃないですか、はい、だからちょっとやっぱりこう YouTube にこうチラ見してちょっと持ってきて、それにもともとの剣ちょっと持ってきて、はい、それにステップをつけてっていう。普通のダンスだけでもすごい難しいと思うんですけど、さらにステップ、タップダンスならではのリズミカルな音のセットっていうとめちゃめちゃ難しくないですか？そうですね、私もその、振り付け考えててもそうなんですけど、うん、まずステップか、まず動きかっていうと、まずやっぱり動きの方を先に、先のシンプルなダンスを先に習って、上半身から片付けてそれからここにその足がこう加えられるかなっていうのはもう加えていって、はい、なんか音だけ聞いててもなんかすごい心地いい音がするじゃないですか。ありがとうございます。本当になんか私なんかは足と手もなんかダンスをすると同時に動いちゃうようなタイプなので、そういう人からするとものすごいなんか難しいんだろうなって思うんですけど、もうダンサーさんに感謝でしかなくて私もギャーギャー言ってるだけなんで、そのもう2人はもう私の動きを見てこうかってもう研究してきてくださってて、でもダンスをやられて、はい、自分で振り付けようって思ったきっかけとかはどういう感じなんですか？とまずチャンスが最初に来たっていうのが本当の話で、振り付けてって依頼があったってことですか？今回の演出の中ではもういろいろストーリーは一応あるはあるんですけど、それぞれそのプログラムそのいるんですよ、その振り付けした人が、はい、でその中でじゃあもうめぐみも今回やってみないっていうことで、あ、じゃあぜひお願いしますで、でもちょっと曲とか決めて、そう、選曲もすごい気になったんですけど、私も安室ちゃん世代なので。安室ちゃんファンなんですか？ですね、はい、もう神のような選曲の時に選ぶポイントとかありますか？やっぱりもう、台湾の皆さんが知ってる曲っていうので、うん、ちょうどなんかこっちでもドラマがあって、はい、そのドラマの主題歌にも選ばれてたんですよ、この曲が。あ、なるほど。そうだから、あ、じゃあ多分みんな知ってるだろうと、うんうん、で歌手 その私たち一緒にその今回の公演でジャズ奏者の方にバンドの皆さんに、うん、もう直接もう音楽を流すんじゃなくて直接演奏していただいて、うん、でそれに合わせて踊るっていう感じなんですけど、うん、でその歌手の方も知ってると、あ、じゃあこれにしようということで、で、あと、そうで今回の演出がやっぱりこう懐かしむといった感じ、うん、昔を懐かしむ、だいたい70年代、80年代、90年代みたいな、そう、平成が終わって平和になる、そうそうそう、この年に日本もね、時代は変わるけどって、はい、その台湾でもやっぱりみんな その青春時代、その見に来ていただいたお客様が、うん、懐かしい、そうそうこの曲あったわねみたいな風になっていただけるように、でその音楽を、あと私たちの動きを、うん、もう全体的に楽しんでいただけるようにということで今回は作ってみたんですけど、実際にパフォーマンスしてみて、はい、お客様の反応とかってどんな感じでしたか？大好評をいただいてまして、以前はその代表がうち その団体の代表がこう綺麗に振り付けしてくださったもの、うん、で今回はその、メンバーが、うん、一緒にこう振りもう全員で力を合わせて振り付けをしていって、うん、で
ステージアップしてみんなで練習してっていうのでまた全然違った感じになってるので。なるほど。やっぱり日本人が日本で生まれ育った感覚となんか台湾人と一緒にダンスするときになんか違うところとかありますか？今回の舞台で私一番きつい思いしてると思うんですよ、その点では。どういうことですか？結局その自分の感覚を持っていくじゃないですか、うん、皆さんに教えるじゃないですか、うん、はい、でやっぱりその日本だとちょっとこう気を使って言わなかったりするんですよ。もうこの人の風格なんだってことで、あんまりその振り付けに対しての意見とかっていうのはあんまり振り付け師の立場だけどもうちょっとこうしてって言わないようにしてるってことなんですけども、台湾の方はもう、はい、あのもういい舞台を作ろうっていう気持ちでやってくださってるんで、うん、もうあのもっとこうした方がいいじゃん、もっとこうした方がいいんじゃないっていうのでちょっときつかったですね。あのダンサーの人たちも自分の意見を結構前にゴンゴン言ってくださるんで、やっぱそのたんびにやっぱフルでパワーを使うじゃないですか。そうですよ、つながりどうしようとか、そう誰が出てくる、これがどうする、そしたらじゃあステップは右から左からどうしようかっていうことでいろいろ考えて、あのもう、まあ、前にも同じ舞台をさせていただいたんですけど、はい、それが最初だったんですけども、その時はもう泣き崩れましたね。で台湾の皆さんと日本って日本の人って結構見た目似てるから、ちょっとそのあたり全然あ一緒なんだぐらいの感覚でいくとやっぱりぶち当たりますね。なるほど。実際にあの中でやられている方しかわからない、まあ、刺激的な部分で、まあ、刺激的ですね。もうここに入れていただいて、まあ、7年ぐらい経つんですけど、うん、まあ、初めてその挑戦させていただいた、日本でもその振り付けとかってさせていただいたことなかったんで、うん、まあ、ちょっとそれも含めてもう本当に初めてそのもう舞台のために1曲、まあ、2曲かな仕上げたっていうことはもう本当初めての機会だったんで、うん、それなりにもう自分に対してこう挑戦しなきゃいけないところはいっぱいありました、ね、もうどこ踏みとどまるかどこ折れるかみたいな、かそれをやっぱり中国語で言わなきゃいけないとか、まず中国語ダンだから言葉はそんなにいらないのかって思ったら全然そんなこともないですね、まあ、作るってなるとやっぱりちょっとしんどいものがありますけど、まあ、そうですね、でもコミュニケーションの上で言葉は必要ですよね、うん、あでももうでもみんなの中ではもう、うん、なんだろうな、もういろいろ折れてくださってると思う。みんな多分いろいろ我慢して私と一緒にあの、まあ、ダンスを私からこうあの習ってくださったりとか踊ってくださったり、私がこうやりたいことをこう、うん、あこうかこうかと汲み取って、うん、こう、まあ、体で表現してくださるんで、それで違ったらいやもうちょっとこうして、あもうちょっとこうしてとか言いながら、でも私も感覚としてさっき見させていただいたんですけど、はい、いや本当にすごいなんかそろバチッと決まってて素晴らしかったです。ありがとうございます頑張ります。めぐみさんは安室奈美恵さんのこの曲を用いて青春を思い出し、未来に対する憧れを表現しているそうです。めぐみさんは過去に未来に対してどんな憧れを抱いていたんでしょうか。